私はコミュ障。困ってる人がいたら、声をかけていいのか、そもそも、なんて言えばいいのか、迷惑になるんじゃ。と悩んでるうちに、他の方が助けに行ってしまうことが多数。当然、恋人もなし、結婚願望もなし。ただ、ひたすら、せめて仕事だけはと頑張ってるだけの状態。先日、会社を出てから、めちゃくちゃ体調が悪くなった。時間的に病院も空いてないし、休めるような場所もないし、帰宅するしかないと思って、電車に乗った。電車は、そこそこ混んでて座れなかったから、立ってつり革につかまってた。そしたら、私の顔色を見て、よかったらどうぞ。って少し離れたところに座ってた、メガネをかけた優しそうな男の人が譲ってくれた。その人は笑顔だったんだけど、その笑顔が、なんていうか、ものすごく安心する感じで。体調不良ってのもあって、ものすごく、ほっとしたんだよね。お礼を言って、ありがたく、座らせてもらったんだけど、なんでかわからないけど、胸がいっぱいで、泣きそうだった。毎日仕事漬けで、人の優しさに飢えてたのかもしれない。割とブラックだし。そのことがあってから、電車で、私の前に立ってる人が、少しでも体調が悪そうだったら、あの人みたいに、笑顔で席を譲れるようになりたいと思ってた。そんで、昨日、電車で座ってたら、前に妊婦さんが来た。今だ。と思って、勇気を振り絞って立ち上がった。コミュ障なりに、頑張って笑顔で譲れたと思う。ちょっと声が裏返ったけど、妊婦さんからお礼を言ってもらえて、ちょっと誇らしい気持ちだった。私もやればできるじゃん。って、結局、最寄り駅まで立ちっぱなしだったんだけど、妊婦さんと降りる駅が一緒だったんだ。なんとなく、気にかけながら歩いてたら、その人の旦那さんが迎えに来てたみたいなんだけど、なんと、あのメガネの男の人だったんだよ。こんなことある？と思った。二人ともニコニコしてて、穏やかな感じで歩いていった。この興奮を、誰かに伝えたかったけど、伝える相手もいないんで、ここに書いてる。なんか、あのご夫婦を見てると、結婚したくなってきた。婚活頑張ってみようかな。まずは笑顔の練習からだけど。ありがとう、立派って言ってもらえて、すごく嬉しい。でも、困ってる人に手を差し伸べるって、当たり前のことで。やってる人は、そもそも勇気なんていらずに、さらっとできちゃうんだよね。そういう人になれるように、コミュ障を言い訳にせず頑張ってみるよ。